この漫画というものは面白いの、ラク。ああ、そう。俺寝るから電気消すぞ。妖怪なのに嫁が聞かないのか。今日は日曜日か。特に用事もねえし、何して過ごそうかな。今日は一日寝て過ごすか。花に乗るな。なんだよお前。ラク、行くぞよ。俺は眠いんだが。ヤシロに行くぞ。はよしたくせ。いてるてるてる、わかったから腕を引っ張るな。そっちの方にもゴミが落ちておるぞ。ちゃんと拾ってくれ。わかったわかった。ったく、人使いが荒い狐様だな。日曜の昼間から社の掃除とはな。こうして境内が美しくなると、わらわの身も心も澄んでいくようじゃ。はあ、心地よいの。喜ぶのはいいけど、まだまだ落ち葉を集めたり、祠の中も拭き掃除しなくちゃいけないだろうし、こりゃ丸一日かかっちまうな。ん？そこまで細かくやる必要はないんじゃぞ。ゴミさえ拾ってくれれば、あとはザザーっとやってくれれば問題ない。いいや、やると決めたらきっちりやらせてもらうぜ。相変わらずじゃのお主は。も、誰か来るの。一時退散じゃ。退散。妙楽って、お前一人？通りがかりにお前の声が聞こえたから顔出してみたんだけど、全部独り言かよ。なんか怖っ！いいだろうが別に。つうか、お前も暇ならついでに手伝ってけ。手伝うって何を？ここの大掃除。一人じゃいつまで経っても終わらねえんだよ。なるほど。そういうことなら俺に任せておけ。ほっと。よし、送信完了。誰にメール送ったんだ？お前は10分後、感謝と敬意を込めて俺を舜様と呼ぶはずだ。はあ？お待たせ一条くん。舞妓くんから連絡もらったんだけど、この社のお掃除するんだよね。私もお手伝いするよ。舜様、ありがとう。あーはっはっは、これくらいはお安いご用よ。ラク様、お待たせしましたわ。私もお手伝いいたします。面倒だけど、彼氏が困ってるならやっぱり手伝わないわけにはいかないわよね。お嬢に掃除なんてさせられません。私に任せろ一条楽。お、もしかしてみんなに声をかけたのか。だって可愛い子はたくさんいた方が楽しいじゃない。主にこの俺がな。そうだったな、お前はそういうやつだったよ。どうやら私が最後のようね。お、宮本まで来てくれたのか。ええ、おいしい焼きじゃなくてクラスメイトのためだもの。焼きなんだって。さあ早く掃除を始めましょう。落ち葉は徹底的に拾うわよ。ルリちゃん、さつまいもがカバンから落ちたよ。焼き芋がしたくて来たんだな宮本。よーし、それじゃあパパッと終わらせて焼き芋パーティーをしましょう。おお。
には良い友達が多いの。この祠の前がこんなに賑やかなのはわらわが住み着いて以来初めてじゃ。はあ、これで全部片付いたな。あとは集めた落ち葉を。ダメだわ、足りない。え、何が？焼き芋をするための落ち葉、人数分を焼くには少なすぎるの。っていうか、そもそもそのさつまいも20本以上あるけど本当に人数分か？落ち葉が足りないなら木についてる葉っぱを落とせばいいんじゃないの？それはさすがにダメだよ、ちとげちゃん。まだ元気な葉はそっとしておいてあげよう。でもそうなると焼き芋は中止になってしまいますね。一条楽、何かいい手はないのか？そうは言ってもな。やれやれ、仕方ないの。その声はお玉。掃除の礼じゃ、存分に楽しめよ。急に突風が。まあ、今のでたくさん葉っぱが落ちましたよ。この量なら十分いけそうね。お玉。よーし、ラク、さっさと集めて焼き芋パーティーをしようぜ。あ、ホクホクでおいしい。何本でもいけるわね。あれ、ルリちゃん、それ俺の分。すごいですね。ただ焼いただけなのにこんなに甘くて美味しいなんて。でも私たちだけで火なんか使って怒られないかな？その点はご心配なく、近くにはホンダもいますから。どうせクロードも隠れてるだろうし、ある意味大人同伴よね。だったら安心だけど。ほら、お裾分けだ。今日焼き芋が食えたのはお前のおかげだからな。しっかり食えよ、お玉。その言い方だと死んだみたいじゃぞ。まったく縁起でもない。はん、ふん、お揚げにも負けず劣らずの美味じゃ。おはよう、一条くん。大きいあくびね。ああ、おはよう、宮本。いや、昨日つい夜更かししまってさ。そう。そっきに。楽よ、俺の相談に乗ってくれないか。柊の方から俺に相談なんて珍しいな。一体どうしたんだ？極めて重要な案件なんだ。これはクラスの男子、いや、日本全国の男子を代表しての相談と言っても過言ではない。あ、お疲れ。なんかもうろくでもないことだって想像ついたよ。ちょっとちょっと、最後まで付き合ってよ。俺一人でバカみたいじゃん。バカみたいだから付き合ってられないんだよ。どうせまた他のクラスの可愛い子の話とか、新しく出てきた女優の話題だったりするんだろ。君は子供だね。もはやそんなレベルで楽しんでいる場合じゃないぞ。は？時代はさらに高度なレベルに達しているんだぜ。そう、陸上部のユニフォームと水泳部の競泳水着、どちらがより燃えるか。
昨今のフェチズム界はこの議題で熱く燃え上がっているのだよ。なあお前さっきから大丈夫か。お前の方こそ大丈夫かよ。健全な男子ならこういう話に食いつくもんだろ。お前以外の男子は今や陸上派と水泳派で二分され、壮絶な争いをしているというのに。え、そうだったのか。全然知らなかった。お前だけ時代から取り残されてはいけない。真剣に考えるべきだぜ。そう言われるとなんか真面目に悩まなくちゃいけない気がしてきたぜ。陸上部のユニフォームと競泳水着か。あのユニフォームってたまんないよな。鍛え抜かれた健康的な足や腕、眩しい太陽に照らされるおへそ、爽やかに流すあの汗も好感度マックス。けど水泳部の水着もやっぱり王道でいいよな。肩に食い込む布の跡とか、体のラインがはっきり分かるところとか、もう最高。何より水に濡れた女の子って妙に色っぽいし。お前は濡れてたら何でもいいんじゃねえか。おい、俺を変態みたいに言うんじゃないよ。そんで、ラクはどっち派なのさ。俺か？そうだな。定番の競泳水着かな。ほうほう、競泳水着は意外と小野寺あたりが来たらいい感じに目立ちそうだよな。何が言いたいんだ、お前は。うんうん、いいよね。まさしく水も滴るいい女ってね。これぞまさに青春って感じ。あ、お前は俺のことを変態だとか言うけどさ、俺はただ純粋な気持ちで彼女たちを見つめ、美しい姿をこの目に焼き付けたいという一心で。あのシュウさん、ちょっとやめた方が。いやいや、まだまだ語るぜ。特に水着は奥が深いからな。ルリちゃんのような幼児体型でも水着を着ただけでグラマー女性にはない独特の魅力を。ジュウ、もうやめろって。なんだよ、黙って俺の話を聞けって。黙るのはあなたよ。バブ、一撃でシュウを沈めやがった。ごめんなさい一条くん、この男借りてくわよ。どうぞご自由に。ええ、煮たり焼いたりするからもしかしたらお返しできないかもだけど、それじゃあね。ああ、シュウがつるつると引きずられていく。達者でな、シュウ。生きていたらまたお前の話を聞いてやるよ。